リボソームは一連の伝令 RNA を読み取り、転移 RNA に結びついたアミノ酸から、所定のタンパク質を組み立てる。小胞体に分泌されるタンパク質を組み立てている、リボソーム転移 RNA の分子モデル手に、RNA の構造転移 RNA は73から93塩基の長さの小さな RNA である。リボソームのタンパク質合成部位で、 メッセンジャー RNA 上の塩基配列を認識し、対応するアミノ酸を合成中のポリペプチドさに転移させるためのアダプター分子である。運搬 RNA、トランスファー RNA などとも呼ぶが、通常トレナと略記される。通常は D アンチコドン T という3つのアームを持つ、クローバーリーフと呼ばれる二次構造を持ち、これが折りたたまれて3次元的には L 字型になる。 L 字の長い側の先端にはアンチコドンがありメッセンジャー RNA 上のコドンと対応する。短い側の先端にはアミノ酸が結合しポリペプチド合成に用いられる。トレナの塩基は化学修飾を受けているものも多く、中でもメチル化は頻繁に見られる。セレノシステイントレナとピロリシントレナは例外的に他のトレナにない様々な特徴を持つ。 メッセンジャー RNA 上のコドンと対応する三元基をアンチコドンと呼ぶ。例えば、AAA というコドンはリジンをコードしているが、これに対応するリジントレナのアンチコドンはウーとなっている。しかしこの対応関係は1対1とは限らず、一つのアンチコドンが同じアミノ酸をコードする複数のコドンを認識する場合がある。 仮に1対1だとすれば61種のトレナが必要になるが、通常はこれよりも少ない種類のトレナしか存在しない。アンチコドンの1文字目は化学就職によりイノシン、または修道理人になっている場合がある。これらの就職塩基は複数の塩基と水素結合を形成できるため、こうしたトレナは3文字目だけが異なる複数のコドンを認識できる。 例えばグリッシンをコードするコドンは GGGC が GGG の4つだがアンチコドンの1文字目が科学修飾されていれば1つのトレナで4つのコドンを読むことが可能であるトレナはそれぞれ特定のアミノ酸としか結合しないが遺伝暗号が縮みえしているため異なるアンチコドンを持つトレナが同じアミノ酸と結合する場合があるつのアミノ酸に対して種類以上のトレナが 存在し、一つのトレナは、複数のコドンに対応しうるため、30から40種のトレナが一つの翻訳系で使われる。トレナの酸末端にある CCA のアデノシン残基には、トレナごとに、特定のアミノ酸が結合して、アミノアシルトレナとなる。この反応を、アミノアシルカといい、アミノアシルトレナ合成酵素によって触媒される。通常は、 アミノ酸ごとに一種類のアミノアシルカトレナ合成酵素が存在しており、アンチコドンが異なる複数のトレナを一種の酵素が認識してアミノアシルカを触媒している。コドンとアミノ酸の正確な対応にはトレナとアミノアシルトレナ合成酵素の特異的な相互作用が必須となる。この対応関係はアンチコドンだけを認識して決定しているわけではないらしい。 ゲノム中の取れない遺伝子の数は生物により様々である。センチューシーエリゴンスの核ゲノムには全部で19000遺伝子があるが、そのうち659がトレナをコードしている。出芽公募では275である。人では497個が知られており、アンチコドンごとに整理すると49種となる。また人のゲノム中には、 トレナ由来の二世遺伝子が324個見つかっている。深核生物では、メッセンジャー RNA が RNA ポリメラーゼ2により転写されるのに対し、トレナは RNA ポリメラーゼ3によって転写される。その後プレ、トレナスプライシングや延期修飾を経て、成熟型のトレナ分子へと加工される。学術用語集では、植物学編、遺伝学編が、 転移 RNA、動物学編が運搬 RNA としている。ジスの生態工学用語では転移 RNA である。一般には転移 RNA の方が好んで用いられる傾向にあるが、高校教育では運搬 RNA が用いられている。ハートエ l h フットル、ゴルトベルク ML、レーノルズ AE、シルバー LM、 ベレス RC, ジェネティクスフロムジーンズ2ジーノムズセカンドエド、マグロー、ニューヨーク、NYP264、ランダーアイエトール、イニシャルシークエンシングアナリシスオブザ、ヒューマンエノム、ネイチャー 409, 860から921、プ、um、ミ百11237,011。ありがとうございます。